すごい激しい。ベリーゴム中に入った。ぜひぜひ皆さん。ベリーゴム久しぶり。ようこそお越しくださいました。では皆さんに一言ご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。はい、こんにちは、真城です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、どんどん近づいて、そうね、せっかくだから近くでお話しましょうか、はい、ベリーゴム。さあ、真城さん、今久しぶりってお話がありましたが、ベリーゴムと共演経験があるんですよね、はい、そうなんです。私ベリーゴムと韓国で会ったことがあって、でベリーゴムの中に入ってみたりもしました。ベリーゴム中に入った、これは秘密だったかしら。大丈夫？ごめんなさい。真城さん、どうでしょう、実際に韓国での反響や人気っぷりはいかがですか。韓国でもやっぱりベリーゴムのコンテンツもすごい多いですし、 YouTube とかもすごいたくさんの方が見てますし、私の友達とかもグッズをすごい持ってたりして、ベリーゴム人気者だなって思います。街中にはベリーゴムのグッズで溢れてるんですか。はい、嬉しいね。ベリーゴム韓国でも大人気ということなんですが、せっかくね、今日真城さんベリーゴムに会えたので、ぜひ真城さんが思うベリーゴムの好きなところっていうのをお伺いしていいですか。私はこの何とも言えない表情がすごい好きです。かわいい。かわいいですよね、はい、モノマネしてくれましたね、ベリーゴムの。かわいいです。そうね、すごい親近感湧きますよね、はい、この感じが。かわいいです。まあ、ベリーゴムどうですか、かわいいって。喜び方が激しい。すごい激しい。激しい。全力で嬉しいをアピールしてくれてますね、はい、今手にお持ちいただいているのがぬいぐるみですね。そうなんです。私もこれを宿舎に置いてるんですけど、すごいかわいいですよね。さすがにこのベリーゴムの大きさは家に入れないので、これで代わりに可愛がってます。なんとお部屋に置いてくださってるんだって、ベリーゴム。嬉しいですね。何か話しかけたりするんですか、これにですか。あ、今日も可愛いね。ベリーゴム、これはちょっと嬉しい情報だったね。よかったね。いや、もう可愛いグッズがありすぎて、もう全部欲しくなっちゃいますね。そうなんです、全部買いたいね。ぜひぜひ皆さん。